右端に糸まあ3つ並べて、うん、まあこれは普段と一緒なんだけど、真ん中の列の上と下にドラゴンの骨で、なるほど、一番左の、まあ、真ん中先っちょにミサの骨を置くと、あ、本当だ、ドラゴンの骨ありがとう、すげえかっこよすぎるんだが、ピュッ、なんかドラゴンの弓でさ、これ撃てなくなる、撃てないのかな、あ、うん、ドラゴンの骨の矢があるわ、なるほどね。ウィザーの骨のかけらとドラゴンの骨でできる、うん、あー、ほんとだ、あ、でも結構作れるね、あ、撃てるね、あ、撃てる、あ、やっぱそうなんだ、うん、専用なんだ、あ、これ強いわ、あ、やっぱ強い、うん、強い、わー、なるほどね、村人が一撃でいなくなった、うわちょっと実験するごとにどんどんかそっていくから村がそうだね、あー、ハルティー、あ、ハルさんの剣が痛い、ふえですということで、ハヤティークラフトカッコ仮も今回で最終回を迎えます、そう、ユニット名が決まりました、拍手、うわーい、ということで、そのユニット名はなんと、じゃあ2人でせーので言いましょうか、いきます、せーえじゃあ僕がせーのって言ったらいくよ、OK、 せーの、春風、春風、やれーね、やっぱかっこいいんで、春風にしようかなと。やっけーかっこいい。ちょっとね、俺思ったのが、アイス&ファイヤーじゃないですか、このモッド。そうだね。アイスの方まだ見てないなと思って。確かに。そう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 。ほんとその、二大主人公のはずなのに、アイスの方まだ見てないから、アイス見たいなって思うんだよね。じゃあ、見つけに行くか。行こう、わーい下手か。あれもなんかドラゴンの死体とかあるな、これドラゴンの死体取ってこう、あのこれ、あ、これアイスドラゴンの死体だ、え、っていうか待って、これさ、俺さ、この防具全然ダメージ受けん、え、嘘、やばい、やっぱ強いんだこれ、普通のゾンビとかのダメージ全然受けんよ、ドラゴンブレスを軽減するみたいなやつだからね、あ、ほんとだ、すげえ、てかこれあれじゃね、上の方にあるこれさ、あるね、あ、あ、あ、アイスドラゴンいた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 、ちょっと待って、カルコロロ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 いるいる、小さくね、小さくね、小さい、いけるいける、ちょっと待って、え、俺いけない、ちょ、いく、いく、いやれ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 、やるぞ、う、あまた同じことしちゃった、あの、この上のとこだよ、上のとこよね、そう、ここ、ここだよ、ここは、え、なんか俺、俺目の前にいる、目の前に、ちょっと、いったいったと、一回、ちゃんと合流して、ちゃんと倒そう、そうだね、いた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 、ちょっと俺に TP できる、あ、ちょっと待ってね、今防具作ってるわ、いや僕にはなんたってあれっすよ、カリュウの、お、すげえ名前変わってる、カリュウの剣になってるバージョンアップで、え、あ、ほんとだ、いや飛んでったってことはさ、巣になんかいろいろガチャガチャしてれば、あれ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 、小さくない、死ね、くたばれ、当たる気がしねえ動きが早すぎるぜ、え、待って、あいつマジで動き早くない、こいつ、こいつ小さい割に早い、でもさ、これさ、イケメン、俺さ、当たるかもしれん、マジ全然見えてない、またバグってたりする、当たった、当たったけどダメージが見えねえからなんとも言えん、え、あ、すげえ、すげえ来た、すげえ来た、すげえ来た、おお、びっくりさせるじゃん、あ、徐々に来てる、徐々に、あ、あるんじゃない、この位置、当たった、バーン、待って、全然効かない、マジで、よい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 、あ、でも、いや、効くんだけど、効くんだけど全然耐えれる、マジでまともに戦える、戦える、これは、え、氷投げてきてる、うわ、すげえ、大丈夫か、あるさ、いた、え、待って、いけるいける、投げれる、いける、いける、投げれ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 、いけ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 、俺らの力は面白い、これが春風じゃ、春風くらえ、くらえ、下流の剣、いける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 、下流の剣、下流の剣、やったー、倒したやったいけたよ、おいおい、春さん、やったやったぞ、おいおい、ふうはややったマジで倒せると思わなかった、ま、すげえ、なんか勢いでいけたね、勢いだね、これはるかじゃん、あ、そう、あ、ちょ、タイムタイムタイム、ガラスビン、ガラスビン、チ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 ートロ、チートロ、そうだね、ナイスナイス、冷静、あんなにさ、ボロボロになりながら何回もテレポートテレポートで、あ、紙幣一枚取ったよ、紙幣一枚取ったよって懐かしい報われる、チート取ります、あ、取れました、アイスドラゴンの血、真っ青です、よっしゃ、土台取っていきます、じゃあふやさんも取っていいよ、やった、おー、来たー、これ絶対なんか使えるでしょう、お、出た、心臓、青こいつ心臓、大丈夫かな、ち、俺もマジで内臓に病気患ってる人に対する優しさ半端ないからね、俺今これ焦げた、あ、なるほどね、あ、痛い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 、よっしゃ、ちょっとこれでじゃあまた武器とか防具作っていきましょうか、そうだね、これでじゃあもうファイアードラゴンもちっちゃいやつだったら多分いけるよね、そうだよね、結構あんな遠くからちまちまやんなくても試してみてよ、おー、やっちゃ
ちゃいまっか。僭越ながら行かせていただきます。いけ、どうだ、てん、出た、漂流の剣。うわブワーン。なんだそれ、かっこよ。すごいよ、だって漂流の剣って書いてあって下に伝説武器って書いてあるからね。もうクリアよクリア。ファイアードラゴンにプラス8ダメージ、できましたね。おおい、このさ、さっきゲットしたこのドラゴンの鱗白は意味ある？これ多分あれじゃない、白色の防具ができるんじゃない？あーなるほどね。あ、じゃあ風早さんさ、緑が一緒多分。あーそうね。じゃあ俺ちょっと一回白防具試してみるわ。いいね。これやばい、いやちょっとやばい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 、これ絶対やばいぞ。え、嘘、ちょっと気になる。どうしよう、これでこのさ、アイテムで見た時めっちゃかっこいいけどつけてめっちゃダサかったらどうしよう。よっしゃ、お披露目いきます。はい、いきます、せーの、でん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 。なあ、うわ、かっこいい、かっこいい、かっこいいよね、これは。後ろ姿マジでかっけえ。あー、いいね。すげえ。すげえ、漂流だ、漂流。おー、ブランド、俺がなんか GU に見えるわ。それさ、なんか防ぐって書いてある。エメラルドはドラゴンブレスからの耐性を。あー、これもね、ドラゴンブレスからの耐性を高めるだから、多分防具に関しては色が違うってだけで、あーなるほど、ね、多分変わんないと思う。今アイテム見たらさ、ウィルメックスの毒針の剣とかなんかいろいろあんの。多分いっちゃん強いやつ俺らいっちゃん最初に作ったよね。そうだよね、絶対これ虫とか全部無視できたもんな。うん、あ、すげえ、今、え、たまたまだよ今、マジで。よし、行きましょう。ちょっとごめん、ふわさーん。あ、すげえ、凍らせてる。ええ、ねえ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 、いや、見た見た見た、ハルさん、お、俺殴って、わあ、だよね、一瞬一瞬凍る、一瞬凍る、でしょでしょでしょ。おお。もう完全に帰るだけで。もうそろそろさ、もうそろそろ分かるの、そろそろ虫とか魚とかそういうちっちゃいところやっていかないとどんどん尻つぼみになるっての分かってんの俺。そうだね、そう分かってんだけど、一回赤いドラゴン倒したい。そうだな、この漂流の剣使って赤いファイアドラゴン倒したいっす。いいっすか、いっちゃおっか。すげえな、二刀流だこの赤と氷。かっこよすぎでしょ。かっこいい、これ両手に持ちて、これ。あ、両手持ってんのこれ。あ、そっか、 1.1 だ。うわー、かっけー、サーバーストストリーム出ちゃうよこれ。やばい、これはアスナ、アスナ30人ぐらい守れるこれは。やばい、ちょっと一回じゃあちょっと赤いドラゴン探していいっすか。ちょっとそうだね、結構近くにいそうだけどね。色指定ってなるとなかなかいないのかもしれない。そうだね、赤いた、いた？いた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 。あ、赤いた。あ、いた？いた。行くよそっち。とね、あっちあっちあっち、逆逆逆逆。あのつ、あ、あ、あ、でも待って、でかいでかい、ちょっとでかい。なんかさ、俺のはさ、もうちょっと真っ赤だったんだよな。あ、マジで？あ、じゃあそっち行く？来たよ。そこ。あ、本当だ、赤い。やばい、コカトリスにやられて。ペ。おーい。やっぱもうコカ、コカももう余裕ね。あれ行ってみますか、行ってみますか、じゃあ。くたばれ。思ったより飛ばねえこれ。パリレスに慣れすぎた。あ、当たった。あ、なんかハマってないあいつ。あ。ね、気づいたか、あ、こっち来た、こっち来た。さーてと、あ、あいつ水に、あいつもしや泳げないんじゃない。おい、行けぞこれ、おいおいおい、鼻筋じゃねえか。あいつ怒ってるよ。どうした、どうした、泳げないんけお前。溺れてないこいつ、マジでマジで溺れてるね。近づいたろ。あ、もう半分減ってんじゃん。あれあれ、ちょっと漂流の剣使いたいんですけど、ちょっと使って、使ってみよう俺。おらー、おら、わ、強い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 、氷に強い、やった倒した。え、倒した、確かにちょっとサイズは小さいかもしれないし、水にはまってたけど倒したね。待って、もう、え、クリアじゃん俺らもう。行きます。すげえ、もう俺もう興奮すぎて、もうすでに声がちょっと枯れ始めてる。やば。はい、じゃあ素材取ります。パン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 、オッケー、いいね、いや来た、赤い鱗来た、いいね、よし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 、ちょっと作ってきますわ。よいしょ、うわー、もうこれ絶対、もうこれかっこよくなかったら俺はもう YouTube やめるね。それかけていいわ。よっしゃ、お披露目いきますよ、いきます、せーの、ポン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 。あ、かっけー、一番かっけー、はい、かっこいいと、めっちゃかっけーですね、はい、かっこいいと。本当のかっこいいマジでかっこいいね、見てこの炎流の剣に、え、待って、え、待って、俺本当に自分のかっこよさにしびれてる今。酔いしれてます。酔ってる、酔ってる、初めて自分のことをめっちゃかっこいいと思った。生まれてこの方見とれた、自分に初めて。うわー、ついにカラーが揃いましたね。揃ったね。オッケー、きた。まあでも言うてね、まだいっちゃん強いドラゴンは地下にいるんで、なんかそれすげえ前に行ったかもしれないけど。あ、そうね、そう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 、やつら四天王の中でも最弱なんでね。そうそうそう。
まあ、それまでにね、うん、極めていきたいよね、うん、よっしゃそいつら倒しに行こうってなるともう本当に最終回になっちゃうから、そろそろなんか挟みたい。